演武開演。どうも、本日はこちら東京駅で売っている東京ボーノという商品を食べてみたいと思います。ボーノって確か美味しいっていう意味のどっかの国の言葉ですよね。それがどうって言うんでしょうか。中身がこんな感じです。1週間で2万2000個売れたお土産の新定番。ではいただきます。その名前に偽りはなしですね。美味しい。あっさりしたスフレチーズケーキの中に濃厚なクリームチーズがサンドされていて、とってもチーズ感が強い美味しいチーズケーキです。手づかみで食べやすく、ちょっとしたパーティーなんかにもいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。お土産っていろいろある。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。